それでさ、ゆいが楽屋に戻ったら、なんか、飴はいただいた、あんずって紙が置いてあってさ。それ、心当たりあるよ。マジ？マジマジ。あ、そうだ。リナが今度のオフ、みんなで遊びに行かないかって。おー、行く行く。キラリちゃん、ミリアちゃん、こっちこっち。ミリアちゃん、大きな声出したらお姉ちゃんに見つかっちゃうよ。ねえリカちゃん、キラリが近づいたら見つかっちゃうって思うよ。大丈夫、その柱の陰で隠れてたら絶対見つかんないよ。お姉ちゃん前しか見てないから見つかんないって。うーん、そっかな。じゃあもう一回今回の作戦を説明するよ。お姉ちゃんはレッスン終わった後ゆいちゃんとご飯食べるのが定番だから、お姉ちゃんがカフェに入った後カフェの入り口でこっそり待ち伏せをするでしょ。うんうん。そんでお姉ちゃんがご飯終わって出てきたところで3人一緒にじゃじゃーん、私たち CD デビューの決まったデコレーションでーすって挨拶するんだ。そしたらお姉ちゃん、えデコレーションって何何ってなるに決まってるよ。どうどう、すごくないこの作戦。すごいよリカちゃん。リカちゃん、作戦の名前はなんて言うの？作戦名か。そうだ、名付けて待ち伏せてドキドキお姉ちゃんアタック大作戦。リカちゃんはお姉ちゃん思いのいい子だね。いやー、それほどでも。ここで何してるの？ちょっと、私もな。そうそう、だから全然怪しくないよ。お姉ちゃんは気にせずご飯食べてきて、ね。そう？なんかさ、最近、私って、仲間外れなんだね。え？なんだか寂しいよ。実の妹に冷たくされちゃってさ。お姉ちゃん、誤解だってば。私、お姉ちゃんをいじめたりしてないよ。でも、昨日だって。だから、それはお姉ちゃんには言えない事情があって。でも、それはお姉ちゃんをいじめたりしてるわけじゃなくて、私はお姉ちゃんを好きだから、内緒にしたくって、誤解っていうか、もう、どうしたらいいのかわかんないよ。リカ、泣かないでよ。ごめんごめん。私が少し悪乗りしすぎたから、泣き止んで。ねえ。ほんとごめんね。なかなか教えようとしてくんないから、ちょっと、意地悪な気持ちになっちゃって。え？リカちゃん、ごめんね。キラリ、ミカちゃんに黙ってるようにお願いされちゃってて。え？あのね、ミカちゃん私たちの CD デビューのこと知ってたよ。お姉ちゃんなんで知ってんの？いや、あんだけ怪しかったらバレるに決まってるっしょ。晩ご飯食べてる時も、にへーってしながら CD デビューとかつぶやいてたし。覚えてない。だいたいあんた、昨日新曲かけっぱなしで寝てたでしょ。あ、お姉ちゃんが止めてくれたんだ。充電もしといてあげたんだからね。ありがとう。って、そんなことより、どうして知ってたんだったら言ってくんないの？キラリちゃんとミリアちゃんには教えてたんでしょ？リカちゃん、それはね、ミカちゃんが、ちゃんとリカちゃんに言ってほしいからだね。ん？あ、ちょっと、キラリちゃん、ミカちゃんって、リカちゃんのことが大好きなんだね。あのね、うちのパパもね、ママのこと大好きなんだよ。もう、ミリアちゃんたらやめてってば。そういうのどこで覚えたの？ねえねえお姉ちゃん、おあたしたちデコレーションでーす。あのね、あたしたち CD デビューが決まったんだよ。デコレーションっていうのだからと同じライブに出られるように頑張るね。リカもうお姉ちゃんは泣き虫なんだから。お姉ちゃん、リカデビューおめでとう。よかったねキラリちゃん。ねえ、ゆいのご飯どうなるわけ？